海部八郎は実業家、元日賞岩井副社長。ダグラスグラマン事件の中心人物。実家は東京都文京区小石川にあり、東京高等師範学校付属中学校か、東京府立第一中学校、東京府立第四中学校への進学を希望していたという。父は、元は師範学校の英語教師で、その後、 朝野物産さんの幹部になり、高級鳥だったため、開封の家庭の生活水準はかなり高かったという。開封の中学時代、友人が20銭、50銭という小遣いしか持っていなかったのに対して、開封は5円、10円の札びらを切ったというエピソードがある。中学時代は、国語、漢文、地理、歴史といった文系科目が得意で、中でも英語の成績は、 抜群だった。逆に、理系科目は不得意で、数学はよく落第点を取っていたという。また、運動も苦手だった。神戸経済大学時代のゼミの恩師だった、坂本や三郎は、開封は非常など書家で読むのが、実に、早く、よく勉強している点では、学年で一番、もちろん成績も一番。本人が希望すれば、大学に残そうと思っていたと証言している。 日照祝い副社長時代、船舶、航空機における日照祝いの証言を確立し、特に航空機分野では、航空自衛隊 FX 選定における F-4 の92機、F-15 の203機の採用で、いずれも日照祝いがメーカー代理店となり、同航空機部は、海封軍団と呼ばれた。東京都渋谷区に、息抜きのための書斎と呼んだ高級マンションを、 所有していた。部屋の中は分厚い絨毯の上を模型機関車が走り回っていて、BGM として同様のメロディが流されていた。開封は週に2から3回の頻度で、会社の専用車でやってきては2時間程度この部屋で過ごしていたという。ダグラスグラマン事件で隠れ家として渋谷区のマンションに捜査の手が及んだ時、踏み込んだ。 捜査員が見たものは部屋いっぱいに敷き詰められた鉄道模型だったという。1979年2月14日に行われたダグラス・グラマーン事件の承認関門で宣誓書に署名する際手が震えてなかなか書けなかった。後に海布は血管の収縮が不十分なことによる病気だと説明している。なお、回布都市記第76.77代内閣総理大臣との 縁石関係はない。山崎豊子の小説、不毛地帯に登場する、東京商事、サ島航空機部長は海譜がモデルと言われる。上田正史の四コママンフリテン君で、貨幣を底に仕込んだ靴で報道カメラマンを殴った、描写があった。ありがとうございます。